で、ファミリープレート、8つのプレートを集めるまでのタイムアタック。コースをね、思い出しながらのプレイになってるよね。さあ、飛び抜けて難しいわけじゃないね。よプレートね。あ、縛りないんだ。縛りないって素晴らしい。あった、パーツ発見。パーツは打つだけじゃ取れない。こうやってパーツ取って次のマップへ。あー、ライト博士 OK。 とりあえずはね、特別難しくない感じかな。ここはパーツないね。そんな角度じゃなかったでしょ。タイムアタックなんだから、このゲームやめて。なんかカス当たりしたの。ちょっと前の方がいいのかな、うん、カス当たり、そういうのもあるのか。これも別にパーツが、パーツってかね、プレートがないんなら無視していいかな。ああ、なるほど、そういうことだったんだね。この上とかどうやって取るんだろうって思ってると、場所によってうまく弾かれる位置を考えれば取れたのか。高すぎ。そうだ、前の方に行くとこう正面に弾かれる。結局これなんでしょ。これに直して打ってすぐ戻せるショートカットの練習しときたいな。 L2L1 四角 L1R2 なんだよ。難しいんだよね、正直。なかなか次のプレートが来ないと思っていた。よし、よし、取れた取れた。巨人、巨人、ちょっとラッシュで行こう。意外にいけない。はっ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 、よし。ここはどうやっていくのが正しいんだろうね。で、中間。あ、カエルさんだ。目立ちこいつんだっけ。食べられた。あ、大丈夫だった。弱点は目でいいんだよね。で、出てきたところを連打モードで一瞬でやる。これどう？そうでした。当選僕に行きました。怖え、怖え。死んでねえ。不思議なことってあるもんだ。まだ生きてる。このエドモンド本田が。あ、戻す方だ。じゃあ待って、アピール。
弾打っても取れないんだよね、これ。結構厳しくないこれ。ほらね、そんな気したわ。死ぬとどうなんの、失敗。取った状態で戻してもらえる、まだマシか。取ったこともなかったことにされたらどうしようかと思った。これ難しくね。良心的てかね、この風船の仕掛けが難しくねっていう。押しっぱなしでいいんだこれ。押しっぱなしでいいんだねこれ。まずね、横から当たった時の仕様がよく分かってない。上のやつは押しっぱなしでいい。取ったんだら別に難しいこと。取ったんでーす。スライディング。似たものかよ。帰る。面白い、面白い。あと3つ。ないね。普通に。スピードギア使えば楽かな。あ、これも別に。これ乗れんのこれ。知らないんだけど。乗れねえわ。よっ。はっ。直接か。降りてからやるとね、一瞬ラグがあった。もしくは普通にラッシュコイルあたり。あと2個。ここにも1個ぐらいはあるんだけど。1個ぐらいはあるだろう。あるとは言っていない。よし。ラッシュコイルを使えば一発でいけるはずだぜ。まあこれは常識。このボタンを押しっぱなしにするとどうやら上に飛べるようだ。で2匹目のカエル。ちょっとこいつってさ、何使えば簡単に倒せるのとかいうのをまだチェック終わってない。おお。炎ですっていうのをまだ試してない状況だからね。はい、罠、罠あるよ、罠。あ、向こう行ってもあいつのパンチだと届かなかったっていう罠をね、味わっているから。あった。え、あそこ、え、すごいとこにある。今じゃねえじゃん、取るタイミング。今じゃなくて、上に行った時か。優しい。戻してくれるだけ優しい。いけない、いけないやつ。普通に上から取るだけか。あと1個。これもね、あれだね、初見で取るもんじゃないね。ラス1、ラス1。そう、ジャンプ押しっぱだとこうなるんだねっていう。押さないとこうなるっていうのをさえ分かればそこまで難しくないね。ね、飛んで、あった。ここだ。あ、取った時点でクリアだ。そのまま最後まで行かなくていい。
で9分33秒でこれもうん、やっぱタイムアタックが一番そういう意味ではいいな。自分が上手くなっているのが分かるよね。パチ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 、やったぜ。で、プレイグラウンド少ないプレイ時間で遊べるチャレンジ集、ああなるほどね。でボスラッシュ、おーいいね。ボスラッシュ、ドクターライトシミュレーション、まあまあ少ないプレイ時間で遊べるチャレンジ集、ボヨンリフティング、ああそういうことね。あボス戦だけど練習もできる、これは素晴らしい。これでロックバスター縛りで誰が一番倒せるとかね、これどうなんだろうね。あボス戦も練習できるね、いいねいいね。ボス戦練習できるのは本当にいい。ちょっとリフティングしてみる、どんな感じ。食らってもダメ。ニューレコードだ。こんなリプレイただの晒し者だわ。当たってもダメ。技も使える。どうよこれ、これどうよ、これだろう、これだろう、さすが俺。おお、これこれだろう、さすが俺。まあこうだ、こうこんな20回、あ一応リセットになっちゃう。でも20回これ余裕だろ。これあのこの変更のタイミングだけミスらなければ。ほらもう20いったよ。また当たったわ。よし、これ100いけるぜ。めっちゃ楽勝なんだけど絶対マネするやつ出るわ。失敗した。まあまあいいでしょう、楽勝です。さすが俺。いやちょっと楽勝でしたね。うんばいことあそこの隙間でガガ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 ってはめたら100とかいけそうだよね。プッシュラン、あった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 。シールド便利、6バッタしか使えないぞ。行くぞ。こういうことね。邪魔がどんどん増えてるけど、あのね3個しか画面内に弾が打てないから余計なことはしない方がいいね。このスピードギアすると今度タイムアタックのタイムは止まんないから、敵が2体になった。スピードギアも使うとちょっとマイナスなんだよ。76、90だからそこまで難しくはない感じかな。あのトロフィーにこれ全部金取れはないよね。ほんとやめてねそれは。弱点をつけ、お弱点の逆にこれはあれじゃん、弱点武器が分かるんじゃない。
お前何が弱点なの？違う。これは本編やるにも便利だぞ。弱点武器チェック。あ、これね。あ、お前これ弱点だったの。オッケー。君は？君の弱点を教えて。あ、これね。オッケー。二世紀。違う。今外れてたよ。あ、これこれね。あ、これね。二種類あるやつとかもいるもんね。あのさ、オプションボタン超押しにくいからさ、タッチボタンとオプションボタン逆にしたい。あーっと、武器チェンジの間も時間カウントされてら。これも覚えるところからだけど、今逆に教えておくれって感じだよね。これ覚えるまで無理だな。これなんだ。お、これなんだ。あ、爆弾で OK。 これ電気、炎で OK。 これ倒せんの？倒せんだ。あ、氷。お。あ、お前知ってる。お前これ。お、これ覚えるところから始めないとダメだね。逆転すっげ。あのオプションボタンをメニューやめてほしいね。タッチボタンをメニューにしてほしい。これ変えれるか、 T コンフィグで。で、中ボス練習これもさ、やっぱ一通り練習しておきたい。弱点何なんだよっていうのあるもんね。とりあえずこいつ一瞬 L1 R1 四角連打で終わり。3発で終わったはず。よし、4秒60。これもっといけるぜ。これもさっき分かったもん。これはアップしたいよね。今なら世界一なれるかもしれないもんね。今のあのジャンプのやつをしたらもう1秒ぐらい縮めれるな。めちゃくちゃ早い。あー、また食らっちゃった。リスタート、リスタート。雑魚を振ってくるね。オッケー。よし、4秒切った。これが一番早いと思います。もう無理だろこれ。お、今アップしたら世界一の可能性ある。いくぜ。アップロード、アップロード。ランキング、ランキング。これ自分のがもうこれ自動でアップロードされちゃったのか。世界一、世界一。ボスラッシュ、ボスラッシュ、ボスラッシュは違う。これ違う、これ違うやつ。ボスラッシュじゃない。プレイグラウンドの中の中ボス戦、スリルツイン、リプレイ戻る決定しかないから、もうアップロードはオンになってるから、もう上がってるのかな。ファミリープレート、
ターライトシミュレーション。ああ残念だ、ないようだね。バルーン、あ、ないないわ。ちょっとミニマムジャンプ見してよ、これマジ。今の俺のブロックマンダメだった。36回ある。どんなの本当さ、これ。ちょ、マジ見せて。もう上がってるわ。上げれないみたい。あー、い、ゼロね。これか。なるほど。ジャンプさえ少なければいいわけだからね。これ稼ぐ気だな。うわー、ミニマムジャンプはクソプレイだわ。これ多分ゲージ回復アイテム出るまでずっとここで稼ぐわ。早送りボタン欲しいわ、これ。チャレンジ成功。なるほどね。でもまだね、金取れてる人がね、はい、ご覧の通り5人しかいません、現時点だから。今金取ったらベスト5だね、 ある意味。今6位だけど。で、俺何取れたっけ。一応金取れたよね、アタックの方。ブラストマンステージのアタック。さあ、3回。あ、俺9位、ベスト10入ってる。イエーイ。俺は今世界で10番以内に入っているぜ。やったぜ。3回って中ボスのあれだけだよね。すげえな。しかも2分21秒。どんなの、どんなの。ほら見せてごらん。しかも2分ってのがまたいいな。1回打った。えっ、あ、いいのか。こういうさ、駆け抜けるやつ楽しいね。あ、食らいながら行けばいいだけの話。あ、そうか、だから倒させるより無視した方が早いな。別に死んでもいいもん、これ散髪。あ、そうか、スピードギアで一気に行けばよかったのか。まあ別に死んでもいいからね。中間まで、中間でわざと死んで体力がこれね、やっぱこれ。あれ、1回。そういうことか。全体の威力よりも竜巻の部分の方が威力が高いんだ。そういうことね。なるほどなるほど。じゃあもう終わりだ。これじゃ多分打たないってことなんだけど、この人。いやー、タツさんみたいな動きですよね。で、た、あのショット数が同じだったら残りはタイムなのかな。そうだね、ここでスピードギア使えばいいね。そう、スピードギア使えばいいんだよ。ここ、ここ、ひゃ、タツさんの動きで、ここ中間だよね、確か。で、ここまで来れればと死んだらいいんだから。別に死んでもいいんだからね、正確に言うと。ぶっ飛ばさかったらいいだけの話だから。そう、そのスピードギア使えばいいんだよ。いやー、気持ちいいね、これ。やったぜ。うまい。でも俺、これ初見で、ね、ほら、ベスト10入りは結構すごいんじゃないかって思う。っていうか、ランキングアップしてる人少ねえよ。こうさ、俺今やった10位内って喜んだけど、逆だわ。12分の9だわ。逆に考えたら。やってる人がいねえだけだよ。
ベスト10やったじゃねえよ。12分の9だからむしろ下から数えた方が早いわ。いやあらあら。ポイントゲッターバルーンアタックファミリープレートボスラッシュね。まあこんな感じかな。いやー楽しいね。じゃあね、やり込みすごい。ちょっとボス戦の練習行ってみようかな。ボス戦の練習、ボスラッシュじゃなくてプレイグラウンドの各ボスだね。